日本中国地方広島県広島市南区、南町対岸の平野町側から見た、広島ガス本社のガスタンク、南町地区のランドマークとも言うべき、建造物である。南町は、広島県広島市南区に所在する町名である。旧称は、南。広島県を流れる大田川の三角州上、円光川と京橋川に挟まれた州の中西部、京橋川沿いに位置する。 現在の南区内では、比較的早くから発展した住宅地であり、国道487号線が地区を縦断する。また、南区役所及び関連施設など、南区の中枢施設が集中している。近年は、広島市道中広宇治那線、霞交互線の開通など町域内の大規模な再開発が進行し、古くからの下町の雰囲気は次第に失われつつある。 すべて、住居表示実施済み区域である。郵便番号は734-0007。秋国広島、木所えず、この時点で、南深海は造成されておらず、七三沖の干潟であったことがわかる。広島の深海地発展図、南深海が、法歴三年以前の開発であることが示されている。1880年の広島市地図1930年頃の、 広島市街図、南町の地名、及び、ガス会社、地方専売局、電信、第二連隊など、当時の地区内の主要施設も表示されている。被爆により南町のガスタンクに付着した、陰影、原爆の熱線で表面のコールタールが溶け回乱や、バルブホイールの影が残った。1945年被爆後の広島の航空写真、南町地区の中では、 宇品通りの西側、京橋川沿いの地域が、原爆により大きな被害を受けているのがわかる。町名は、江戸時代初南の加盟によるものである。南深海の時代南町の起源は、江戸時代初期に、広島湾島に造成された埋め立て地、南深海に遡る。当時、遠浅の広島湾に浮かぶ当初であった、七山及び、 二歩島の間には、干潟が広がっていたが、1662年、広島藩により、七山から二歩島の大川浦にかけて築定がなされ、翌1663年にはこの区域の西藩に、二歩島西深海、東藩に、二歩島東深海の二つの深海地が造成され、広島城下、深海組に属した。1699年に、地図が行われた西深海は、 1821年に、至って、村民の願い出により、南深海と解消したが、当時この深海地に居住し農業を営む住民は、極めて少なく、藩による工作も行われた。なお、当時の南深海南は、現在の南町の他近隣の弟子を、朝日、水及び、七山、本町の一部など広範な町域を含んでおり、1933年の、 町名変更までこの教育が維持されたため、元町域であった地区の施設の名称にも、南の名が残されている、南村から、南町へ、南新海は明治維新後の廃藩地権を経て、南村となり、広島市政の施行に伴い、南、ついで大正期の1916年になって、南町に改称された。この間、この地域は大きな変貌を遂げることになった。 南深海の造成以来、この地区は広島湾に南面していたが、1884年に至って南に宇品港の築港及び宇品深海の造成が行われることになり、広島市街と築港、深海地を結ぶ宇品新道が村内を縦断する形で建設されたのである。完成後の宇品港が日清戦争開始により、軍港として整備されると、 七山の南側には多くの陸軍施設が立地されるようになり、村内にも電信、第二連帯が駐屯した。さらに1910年には、広島ガスの本社及び工場、産業面の変化においては、明治初期の村の主要な産物は綿花であったが、明治20年代の外面輸入により衰退に向かい、代わって明治中期から大正初期までレンコン栽培が拡大し、 ハスダはこの地区の代表的景観となった。1933年になってこの地区では、町名の変更が実施され、町域の東部分が、弟子町及び、朝日町。第二次世界大戦が開始されると、被爆時の熱戦により、広島ガス工場のガスタンクに付着した階段や、バルブホイールの陰影は、戦後、原爆重計の一つに選ばれている。 戦後から現在まで戦後、南町では北部の軍用地が解放されて、市営の平和住宅が建設される一方、現在の新徳女子高等学校も跡地に移転してきた。また、戦時中に建設された電車通りに沿った正半部から宅地化が進行し、ハスダやネギ畑などの農地は次第に姿を消していった。五歳はイ東シヒと、 旧広島陸軍被服首場を結ぶ街路として戦前から発達していた南町中通り商店街は比較的原爆の被害が小さく、戦後は近隣の広島大学及び付属中学、高校などの学生街として繁栄した。1966年、町域の北に新広島バイパスが開通したことに伴い町域の一部を北側の七山、 本町、東側の弟子塩町と交換した。1990年代以降、国道2号の北に位置する、段原、弟子塩地区での再開発の進行にやや遅れて、この地区でも再開発が進行。広島市道中広宇治那線、霞交互線の二つの幹線道路が開通して4丁目5丁目地区を中心に町並みも大きく変化しつつある。戦前以来、 ガス工場と並んでこの町を代表する施設だった JT 広島工場は2004年に閉鎖され、跡地には大規模商業施設、夢タウン広島が2008年に立地している。すべて京橋側に架かる橋である。2018年7月末の人口、世帯数は以下の通り。ありがとうございます。